いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。しかしこのロッシーニってのうまいな。贅沢の極みって感じだ。ああ、白米とも合うな。白米といえばよ、俺がガキの頃はフォークの背に飯を乗っけて食べるのがマナーとか言われたんだが、実はそんなマナーはないどころか逆にマナー違反とか言われて軽く人間不信になったな。何を信じりゃいいんだと。ああ、なんかあったなそんな話。俺はどの道食いにくいからやる気なかったけど、思い出したらまたムカついてきた。マナーなんてクソくらいだぜ。まったく。気持ちはわかるけど、このお店でその話はやめてちょうだい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
何んざってね偉そうに見てちょっと後悔するなよ余裕余裕どうしようかなほら来いよ誰に言われたのやめんな俺の番だよしどちらまで行かれますか？そうですか。おい。ああ。おう。わかったよ。ああ。ああ。へへ。おう、ありがとうございます。くそ。ああ。사랑해나도사랑해
いいえ。じゃあね。おい。はい。ええ。それでは。おう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。骨が折れそうだな。シュラジッピ、シュラジッピ、見してやる。どうしようかな。絶対負けない。見せてやる。ふざけないでください。当たって。よし、行くぞ。とっておきだ。やってやろう。守るべきものを守れ。お任せください。やっ
ってみろ。奥の手。はい、チーズ。さて、やめると痛い目に見ますよ。見せてやるよ。全力で行くぞ。手を覚悟しな。とっておき。任務完了。そこのお兄さん、もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか。え、ドラゴンカートってなんだそれ。ドラゴンカートは最近流行っているカートレースのことですよ。遊園地とかにあるゴーカートはご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊んでるほど暇じゃねえんだ。また今度な。待って、待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。このドラゴンカートは。違うって何が。平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台にスリリングなレースを繰り広げるのがこのドラゴンカートなのです。横浜でスリリング？そうなんです。ここで乗るカートは装備をアップグレードすることでライバルに攻撃を与えることができるんです。ライバルに攻撃だって？当然ライバルからも攻撃を受けることにもなります。カートの耐久性にも限界がありますからね。走行不能になると動けなくなり、タイムを大きく落としてしまうのでご注意を。なんだかゴーカートという割には随分と過激だな。だからドラゴンカートなのですよ。他にも走行中に拾ったアイテムを使って有利にレースを進めることだってできます。ありとあらゆる手段を使ってトップを目指す。どうです、だんだん興味が湧いてきたんじゃないですか。確かに速さだけじゃなくて強さも競うってのは結構面白そうだな。速さを取って逃げ切るか、強さを取ってライバルを蹴落とすか、そんな自由な選択もまた魅力の一つです。最初はこのノーマル状態のカートからスタートになりますが、アップグレードすることで強化も可能ですよ。まあとにかく実際に乗ってみた方がもっとドラゴンカートの魅力を分かってもらえるはずです。時間があるならちょっと乗っていきませんか。ドラゴンカートか。横浜でスリリングなレースができるってのは面白そうだな。少し遊んでいってみようか。よっしゃ、それじゃあやってみっか。ぜひ。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はここでドラゴンカートの受付をしている藤沢と言います。俺は春日一番店だ。よろしくね藤沢さん。よろしくお願いします。
では早速カートに乗ってみましょうか。おう。行くぜ。最高速で投げ上がるぜ。どけ、俺の道だ。最高速で投げ上がるぜ。一発で沈めてやる。初めてのカート楽しめました？なあ、なんつうか普通の車を運転すんのとは全然ちげえな。確かにこいつはスリリングで楽しいぜ。気に入ってもらえて何よりです。次からはぜひ大会にエントリーしてみてください。今とは比べ物にならないくらいド迫力のレースをすることができます。エントリーしたくなったら私に話しかけてください。他にもタイムアタックやカスタマイズも受け付けているので、いつでもお待ちしています。うん、わかった。お、さっき走ってたおっさんじゃん。ん？本当だ、お疲れ様です。いや、直樹さん、愛さん、浜の海さん。あいつら、寒くねえのか。お疲れ様。皆さんもいい走りっぷりでしたね。そうっすか？さっきは実力の 1% くらいしか出してねえすけど。あなたは新入りさん？紹介しますよ。彼は春日一番さん。今日初めてカートに乗ったんです。
じゃあ今度大会で当たるかもね。でもその時は潰しちゃうから。今のうちに念仏でも唱えておくで壊すよ。じゃあな、ルーキーのおっさん。まあ、死にたくねえならおとなしく感染してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから覚悟しとけよ。へえ、言うねえ。その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。あ、ちょっとちょっと、熱くなるのはいいですけど喧嘩はダメですよ。やるならレースの中だけにしてください。じゃあね、藤沢さん、一番くん。いやまあ見ての通りこの町のレーサーは個性が強くて、その分実力も申し分ないメンツが揃ってましてね。確かに癖の強そうな連中だったな。あいつらもそうだけど、どんな奴が参加してるんだ？そうですね、まずは代表経験もあるレスリング選手の直樹さん。そのパワーと反射神経は群を抜き、隙を見せたらその瞬間にカートごと崩されてしまいます。力士で前頭3枚目の浜の海さん。その圧倒的なパワーは他の追随を許さず、立ち塞がるライバルはみんな吹き飛ばしてしまうクラッシャー。直樹さんと浜の海さんは相当の爆弾と呼ばれ恐れられているんです。カジノでディーラーをしている愛さん。浜のスピードスターの異名を持つ彼女は直線勝負では敵なしですね。夫の給料のほとんどを自分のカートにつぎ込むマダムのマツコさん。近寄る者はカートだろうが嫁だろうが容赦なく妨害してくる恐るべきベテランドライバーです。彼女の加速力はなかなかのもので、愛さんと合わせてロケットガールズなんて呼ばれてたりもします。上場企業でバリバリ働いている商社マンのスグルさん。その卓越した分析能力でコースの隅々まで把握し最短ルートを駆け抜けるインテリレーサーです。かつて茨城を制覇した暴走族チームアゲポヨのリーダーアキラさん。神奈川進出の足がかりとして参加しているみたいです。バイク仕込みのテクニックが素晴らしく、コーナーリングの美しさと攻撃の残酷さに思わず言葉を失ってしまいましたよ。超攻撃的レーサーで極道のジンさん。彼が走行した道にはペンペン草すら生えないと言われています。スグルさん、アキラさん、ジンさんはドリフト三重師とも呼ばれ、女性ファンも多いですね。最近エントリーしてくれてるレーサーたちはざっとこのくらいでしょうか。強い相手ばかりだけど頑張ってくださいね。メンツ濃いな。このレーサーたちの中で勝ち上がることができたら全国でもトップレベルの実力が身につくはずです。頑張ってください。なるほど、よし、一応やってみっか。それじゃあカートで走りたくなったらいつでも声をかけてください。エントリーお待ちしてます。ああ、わかった、また寄らせてもらうぜ。ドラゴンカートか、なかなか楽しませてくれそうだな。時間ができたらまた来てみよう。彼ならあるいは俺を楽しませてくれるかもな。
ちぎってやるぜ。どけ。俺の道だ。入るじゃねえか。最高を重ねざりながらぜ。どけ。力の持ちだ。おこら、待ちやがれ。
こうぜ。ああ。
それじゃあ。どけ、俺の道だ。
まだ解けちゃいないよ。ぶっちぎってやるぜ。
へえ。待てよ。ああ、よし。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ええ、またね。じゃあな。
っちぎってやるぜ。
1秒の勝負。俺の走りは嵐を呼ぶぜ。光稽古なら受けて立つ。わかった。
の怪我が一番だ。ちょっと待った。ありがとう。Thank you.
行くぜ。
最後の仕上げ、よっと。よっしゃー、できた。なかなかいい感じっしょ。ここをこうして、よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう。さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それで、どうだったんだ。うん。ね。なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。だったらハーブティーでも飲むか。なんでハーブティーなのよ。今必要なのは酒よ。この不安を麻痺させてくれる酒。麻痺させたって何の解決にもならねえよ。それよりも今は落ち着いて冷静に考えることだ。ハーブティーってのはリラックス効果があんだぜ。特にジャスミンは緊張感や不安を和らげてくれんだ。ちょい待ち、何その女子力高そうな知識。最近立ち読みした雑誌の受け売りだよ。でも
実際効果ありそうよね。試してみるか。いや大丈夫、だいぶ落ち着いてきたから。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしてもナノハを説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度とナノハに近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの？ふん、らしくねえな、サッチャ。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？サッちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。やつには偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか？大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。いらっしゃい。ありがとうよ。よ、足立さん。おぎってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね、早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれってたかし。おい、だがバカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えてあいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして
高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ、文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ、表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。勝てると思ってんのか。俺の番か。してみろ。やってやろう。くらいやがれ。俺の番だな。ほら来いよ。とっておきだ。プレゼントだ。行くぞ。おっ、なめんなよ。エンドレスラー。よし、当たった。見せてやるよ。くれてやるよ。くらえ。やっと俺の番だな。よっしゃ、持ってきやる。すみませんでした。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい康介。高志君。さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ。示談交渉ってなんだ。僕には全く身に覚えがないぞ。高志君、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ高志君。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺が高志に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。高志はこの僕です。君が高志？するとこっちは僕のルームメイトの康介です。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、康介は司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。高志君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当によかった。これもすべて足立さんが援助していただいたおかげです。
なに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。高志君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ、弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよ、あいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしても、あいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ、カズガ。なんだよ、かしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ、足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に乾杯。乾杯。いらっしゃいませ。いただきます。いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。